アッパーサーフェスブローイングは航空機の翼上唾に気流を流して揚力を増強する方法。一部のエストール機で採用、または研究されている。ジェットエンジンの排気を主翼の上面に沿うように噴出させ、フラップに沿って下方に流すことで揚力を増大させる。ジェット排気がフラップに沿って流れる。この現象はコアンダ効果と呼ばれる。一種の水力変更とも言える。 主翼の上面とフラップのジェットエンジンの排気が流れる部分は耐熱化されている。通常、航空機はその水力を最大限に活かすため、ジェット排気が機体にかからないような構造になっている。しかし、USB 方式の場合、あえてジェット排気を翼上面に沿わせることで、速度に比して大きな揚力を生むことができる。このことは、短い距離で離陸可能であること。 また、搭載重量にも余裕が生まれることなどの点で有利である。しかし一方で、構造上エンジン排気が翼断面によって塞がれるため、水力としては排気を半分程度しか生かすことができず、巡航時の水力の面で不利である。アスカ USB を採用した航空機は排気が流れる要主翼前上部にエンジンが置かれた特徴的な外見をしている。いずれも、 輸送機ないし貨物機である。ありがとうございます。